はい、じゃあ皆さんこんばんは。今日はラジオ風に行きたいと思います。よろしくお願いします。生きるための哲学講座、まあ、6月期の受付中になっています。今日もですね、生きるための哲学講座の、メイン講師の中畑さんと対談していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、木曜の夜はね、こういうふうにライブ対談をやってます。今日は ラジオ風に画面オフでいきたいと思うんですけど、はい、今日はですね、その日本人のメンタリティと、はい、哲学の魅力というタイトルでいきたいと思ってます。はい、ですね、まあ、僕はその何とか人はみたいな、その国とかね、民族とかを人からげにして、はい、全部そのステレオタイプに語るのは本当は良くないと思っているのでありますが、はい、とはいえその、まあ、気候とかね、住んでいる場所の特性とか、はい、その文化とか習慣っていうのはやっぱりあると思ってて、はい、最終的には個人はとはいえそういうふうにくくっても個人的に見ればそうじゃないっていうこともあるんだけど、まあそんなあるじゃないですか。例えば、キューバの方だったらこうなんとなくこう陽気だとかね、あっちのカリブ海の方だったら陽気な感じがするとかね、そういう傾向的なね、傾向的なものはあるっていう意味での国民性とか民族性っていうのは無視できないと思ってるんですね。あれですね、哲学で言うと、日本の和辻哲郎という人が風土という本を、はい、言ってますね。そういうことね。それでね、その話と今日哲学の関係みたいな話をしたいんですけど、まあ、その例えば日本人の傾向としてこう性格であるとかね、性格っていうのは正しいに確率と書く性格なんですけど、例えば新幹線がそのね、新幹線とか飛行機の運行の時刻が非常にまあ世界一正確であるとかね、その作業がこう緻密だったりとか、おもてなし文化なんかも細かいとこまで気遣いをするみたいなのあるじゃないですか。で、反面なんかその正しいと誰かが言ったらもうなんかそれが訂正できないものとかね、その権威に対して忖度してしまうとか、なんか融通が効かないというか、この道しかないと思ったらなんか突っ走ってっちゃうみたいな、そういうのがあると思ってて、なんとなくその体が染みついちゃってるみたいなものっていうのはこう外せないなと思ってるんですよね。だから例えば国際会議なんかでもなんか我々はこう思うみたいな感じでさ、世界をリードするっていうよりはまあまあみんな仲良くみたいな感じでこう、いい意味ではどの国に対してもこう愛想がいいんだけど、そうじゃないといえばまあなんか中心軸がないというか、他から見ると何を考えてるかわからない国民みたいな感じのね、のオリンピックやるのかやらないとか未だに結論出ないみたいな、そういうのがあると思ってて、でね、で一方で哲学をこう中原さんと学んできて思うのは、やっぱりその普遍性って言いますか、まあ科学者なんかはその普遍的な法則をこう見つけるっていうのをやっぱ一つのミッションにしてて、それでまあその大きな法則が見つかって、またそれをこう塗り替えるというか、包含するまた法則が見つかったりとかするんだけど、姿勢としてはやっぱりその普遍性というか、そこに横たわってる真実を追求するところがありますよね、近代科学はね。それに対して哲学も似たようなところがあって、人間の普遍性って言いますか、古今東西人類の共通としての何かをこう求めてるっていう感じが僕はしていて、そこがまあなんか哲学の一つの魅力だと最近感じるんですけど、中原さんはこう哲学ね、学問として向き合ってて、はい、今の僕の話聞いてどんな感想を持ちますか？
その通りだと思うんですけどもね。やっぱり、なんて言うんでしょうかね。特に、どうなんでしょうね。だから順番としても、これ卵が先か鶏が先かみたいな話になってくるんですけども、そもそも人間って普遍性を求めるもので、で、まあ哲学、歴史の中で哲学が生まれて、で、自然科学っていうのが近代になってからですね、生まれて、で、それがなんか普遍性、もともと哲学が目指していた普遍性ってものを受け継いだのか、あるいは、で、そうじゃなくて、なんか自然科学が普遍性ってことを追求するようになって、もう知のあり方のモデルというか、お手本がね、そういうものになってきたから、哲学もそうなっていったのかとか、考えると、ちょっとね、なかなか深いですよね。まあそうですね。自然科学だってその哲学の延長みたいなところからね、昔のギリシャ時代からその元素は何かみたいなね、追求なんかもかなり哲学的なアプローチだし、認識みたいなものとかそうね。ですね。で、それで今の福島さんのね、これまでのお話の流れだと、多分その自然科学的な意味での普遍性っていうと、日本人って割とすごく熱心に取り組むことができて、しかも成果も上げてるわけですよね。ノーベル賞なんか取ったりなんかして。ただ、これずっと講座でもそうですし、このライブ対談でもよく言うのは、やっぱり日本人ってちょっと哲学がないというか、哲学的な姿勢がないっていうような話になってますよね。なってるというかしてますよね。そういう意味では、なんで、形式的には、自然科学だって哲学だって普遍性を志してるのに、日本人はどうして一方は得意であって、他方は苦手というかできないのかっていう、ね、これはちょっと非常に考えなきゃいけない問題ですね。そうなんですよ。それでね、よくその日本の教育は画一的だみたいな批判があるんだけど、一方でそのなんか応用力というか、その奇想天外なことを考えたりとか、ちょっとその製品をこういじってね、とんでもないこう発明をしたりとか、そういうの割とあるんですよね。そんな工夫するんだみたいな、海外から驚かれたりとかね、いうのがまたなんか矛盾して面白いというか、そういう面があったりして、ちょっとつかみどころがないみたいなね。だけどその、この混迷の時代に日本人がその果たすべき役割みたいなものっていうのが、薄々と僕はあると思ってて、それはなんか日本人が優れてるとかじゃなくて、その、なんとかな、貢献できる何か、特性としての何かを持ってて、それは日本も持ってるし、他の、例えばアメリカならアメリカとかね、どこの国でも持っているそれぞれのなんかキャラクターみたいなものがあって、アメリカだったらなんか、とにかくその、それが成果悪かとか考えずに、とにかくやってみようとか、実験しちゃえみたいなね、そういう傾向があるんじゃないですか。だからなんかそういう国民性考えるのも面白いんだけど、最終的にはそのもう本当になんか多民族がこう入り混じっての今こうるつぼのような地球になってるわけだから、結局はいろんな傾向はあるんだけど、じゃあ自分は何をそこで魂を生かすのかみたいなね、そこにこう落ちてくるわけで、日本人だからこうだよねっていうふうな括りの中に収まるんじゃなくて、あなたはどうなのっていうね、時代になっていくんじゃないかなっていうね。そうですね。ちょっと話がずれると同時に、今の話、要するに普遍性っていうことと、その日本人の特性っていうことと、関わる部分もあると思うんですけど、一応僕も一般に、その専門家じゃない人たちにその哲学を普及させたいっていうふうに願って活動してるわけですけども、やっぱり難しい困難があって、で、それ一つには、ちょっと、
ちょっと差別的なというか、言葉を使いますと、インテリと一般大衆、一般大衆ってのも、でももう死語かな。インテリと、まあ一般の人々にしましょう。一般の人々って、日本の一般の人々って、もう伝統的に、インテリとか知識人をどっかで信用してないんです。なるほど。多分。で、だから、例えば、哲学者、その知識人としての、インテリとしての、例えば学者さんとしての哲学者が、何か言ったって、何か、まあ、五行説を説いたって、そんなのあんたたちに教わるまでもない。で、我々庶民には、一般の人間には庶民の知恵がもともとあるっていうのが、なんか潜在意識というのかな。なんかずっとあるような気がして、例えば、ヨーロッパでですね、19世紀から20世紀にかけて、20世紀の前半、ですかね、前半というか、まあ、前半から中頃にかけて、コジェーヴというですね、まあ、哲学者が、まあ、ヘーゲルの考え方を、まあ、解説する授業があって、で、そこに20世紀に活躍したその哲学者や思想家たちが、の多くが、まあ、その講義に参加して、影響を受けたっていう、まあ、そのすごい講義が、まあ、ヘーゲル読解、コジェーヴのヘーゲルで読解講座なんていう、講義があったんですけども、結局その20世紀の哲学とか思想っていうのは、そこを出発点として、もう動いてる、作られていったって言われてるほどすごい講義だったんですよ。で、その講義の中心的な内容が、いいですか？ちょっと哲学的な言い回しをしますと、人間は人の欲望、人間は他者の欲望を欲望する。まあ、もう簡単に言ってしまえば、人間は他人の欲望を模倣する、真似するっていうことなんですね。この人間観で、この発想からがいろんなところに、いろんな分野に広がって、哲学、思想、まあ、いろいろこう豊かになっていったんですけども、ただ、これ日本人の場合ですね、福島さん、落語とかお好きですか？いや、そんなに別に、そうですか。聞きに行ったりとかないですけど、まあ、落語っていうのは、まあ、江戸時代にこう創作されて、体系化されてって、まあ、古くからある、言ってみれば、庶民の文化ですよね。で、その中に、天狗さばきというお題がありまして、天狗さばき、これ、要するに長屋に住む、男が、昼寝の時に見た夢をめぐって、まあ、騒動が起こるという。で、まあ、その長屋のある男がこう昼寝をしてて目が覚めると、まあ、自分の妻がこう自分の顔をじーっと覗き込んで、なんだ、どうしたんだ、あんた随分気持ちよさそうに寝てたけども、で、なんかすごくいい夢でも見てたんだろう。どんな夢だったんだ、教えてくれ。って言われて、まあでもその当人は、旦那さんの方はその覚えてないんですね、夢なんて。で、だから覚えてない、話せないって言って、まあそれで夫婦喧嘩になって。で、まあ、結局その夢をめぐって、まあ、女房にさえ教えられない。女房にさえ教えられない夢って一体どんな素晴らしい夢なんだっていうんで、まあ同じようにどんな夢なんだ、どんな夢なんだって、まあお代官様から、しまいには、山に住む天狗までですね。そうやって、その男の夢の内容を知りたくて仕方ないと。ことになって、これ結局その男の夢を知りたいっていう欲望を多くの人が真似してるってことですよね。いや、だから、人は他の人の欲望を真似するなんていうのは、もう日本人の庶民からしてみれば、もう江戸時代から分かってることだと。西洋では19世紀とか20世紀、19世紀から20世紀にかけて、まあ、しかもヘーゲルなんていう大哲学者の登場を待たなければいけなかった。そんなことをもうすでに日本人は、この庶民が江戸時代から知っていた。そういう言い方も成り立つ、そういう考え方も成り立つわけですよね。なるほど。で、
一方で、だから、まあ、その日本人の庶民に固有の庶民の知恵、一般的な知恵っていうものがある。まあ、だから、それ日本人固有の知恵のあり方ですよね。うん、でも他方で、やっぱりそこで考えられてる内容とか言われてる内容ってのは、まあ、この場合には、人は他の人の欲望を真似するっていう、やっぱり普遍的なわけですよ。うん、だからまあ、これもっと大きく広げると、日本人に限らず、西洋人に限らず、まあ、いろんな人たちが、同じ、例えば普遍的な一つの考え方を、いろんな形で表現するってことは可能だっていうか、まあ、実際やってるようにも思うんですね。うん、で、特に哲学ってなった場合には、うん、日本人がどういう形で受け入れて広めていくことができるか。なんかその辺に可能性があるかな。だから、福島さんが先ほどおっしゃったその、まあ、西洋で、開発されたものに、なんか、独特の工夫を、付け加えるっていうようなことからすれば、でもしかしたらその落語的に、その哲学っていうの知恵を、なんか分かりやすく伝えるっていうのは、もしかしたら日本人得意かもしれませんね。あ、そう考えると楽しいですね。この我々のね、この生きるための哲学講座も、いろいろその表現する方たちにね、参加していただいて、まあ、物語を作る人だとか、ね、まあ、音楽作る人とかでもいいですけどもね。うん、まあ、それで、それぞれのフィールドで、それぞれの分野でこう、なんか表現していただけたりすると、なんか楽しいかもしれないですね。そうですね。まあ、広泛な意味を含んでいるわけですよね。人の生き方とか価値観をね、議論しているわけだから、いろんなことがこう、拡張可能なものであり、根本的なものでありっていう。もしその、日本人がその意識的に哲学というものをね、扱うようになってきたときに、日本はどう変わるのかなって思うんですよ。だからその今だとその同調圧力とかね、それが世間体常識だからみたいなことで動く人が多いじゃないですか。そもそもそうなってんだから変えられないんだよ的な感じのこととか、なんでこんな簡単なことが変わんないのみたいなことってなんか最近特に感じるんですけど、じゃあ何だろうな、その原理みたいなものをね、みんなちょっと少しずつ考えて動くようになったらだいぶ変わると思ってて、例えばね、まあ身近な話すると、今日母親のそのワクチンの予約を僕ちょっと代わりにやったんですけど、まあ案の定か、つながらないわけですよ。ね、まあニュースではよくやってるけど、電話はつながらない、ネットはつながらないみたいな。だけど、例えばディズニーランドのファストパスみたいなものっていうのはさ、あれ日本人が考えてたのは分かんないですけど、もう向こうにもあるのか分からないけど、まあ、システムとしてあるわけですよね。混雑しないようにうまくやる仕組みっていうのがあるわけですよ。だそういうの一方でやっていながら、このほとんどどの自治体も先着順受付みたいなことやってるから、日本中で電話がかからないとか、ウェブがつながらないとかいうね、ことになっているわけで、昔のチケットピアみたいなんですね。そうなんですそんよ。な感じですね。そうなんですよ。だから、なんつうのかな、いや、誰かがね、うまくやってるとこあると思うんですよ、自治体で。地域をゾーニングして、こう、なんつうのかな、全てを優先順っていうか、なんだ、早いもの順みたいなね、ことじゃなくて、混雑しないようにやってる仕組みは多分あると思うんですよね。だけど、それがなんかシェアされてないから、そうですね。広まんなかったりとか、だからなんだろうな、なんかちょっと想像してみようよっていう各自がね、より、その、
生きやすい世の中にするために持ってるその考える力っていうかポテンシャルは高いと思うんですよね。それがなんか生かされてなくて、なんか時間と努力が浪費されている国、日本みたいになっちゃってるっていうね、ちょっと悔しさがあるんですよね。変えられるポテンシャルは持ってるんだけど、使ってないというか、無駄になっちゃってるみたいな。何でしょうかね。だからそれは、その可能性とかポテンシャルってことで言えば、まあ、だからこの予約システムなんかにしても、どうしようか、どういう形がいいんだろうかっていうのは、まあ、すごく、まあ、会議とかまあ、時間は限られてるかもしれませんけど、この状況だから。でもまあ割とちゃんと会議とかやって決めるわけですよね、もちろんね。まあでもその中でやっぱりなんか、福島さんおっしゃるような、まあ同調圧力だとか、なんて言うんでしょうかね。まあいろいろだから発言しづらいような、まあそれぞれの、例えば会議の参加者がアイディアをこう、まあ、そこで、発言できないようなね、そういう雰囲気があったとして、そこいうところで何が起こってるのかっていうと、どうですか？なんで何しが起ょうきてるんね、でしょいろいろね、事情はあるかと思うんですよね、まあ、責任取りたくないとかね。なんでしょうね、まあこれも、どっかでこれも福島さんがもうおっしゃってましたけど、A という選択肢と B という選択肢があったとして、まあ、とりあえずどっち取ったとしても、批判されるというようなね、そうなんです、そうなんです。状況もあるから、まあだから、ダブルバインドっていうか、ちょっとね、主体的に動けないような状況っていうのがね、なんか条件が揃いすぎてるのかもしれないですけど。なんかね、だから一言で言うともったいない感じなんですよね。考える力とか工夫する余地があるんだけど、なんかそれがこう生かされないっていうか、で、そこにちょっと哲学をか絡ませたいわけですよ、僕としては。OS の部分だから、考える力の OS だから。そういう、こういうことに関して、なんか哲学的な観点からっていうと、ちょっと申し訳ないんですけど、なんかすごく凡庸な表現に、ね、なってしまうかもしれませんけども、だから、それはなんか、状況をどう見るかとか、状況をどう解釈するかっていうような、その見方の問題ですよね。だから、今の同調圧力っていうことで言えば、まあ、その発言力のある、一番発言力の例えばある人が、今の状況はこうなってて、まあ、こっちの方向に行ったらば、ちょっとまずいことになって、また別の方向に行ったらば、さらにまずいことになるみたいなね、まあ、そういう状況の説明をして、じゃあどうするか。でも、そもそも、最初の状況説明以外に状況の捉え方ってあるかもしれないありますね、いろんなわ解け釈ですがよね。ね。だから、その時点で、いや、状況の解釈からちょっと検討してみましょう。でもならないですね、なかなかね。ならないですね。それはだから、本当に状況の別の見方っていうのが、例えば、その会議の参加者誰もできないのか、あるいは、できてるんだけども、力関係で言えないのか、まあ、あるいは、その哲学的に何とかできるとすれば、それを説明する言葉ですよ。別の解釈を説明するための言葉を知らない。言葉がわからない。で、言葉の力って、すごく大事なもので、
で、例えばなんかこれもこの間私が主催しているその哲学対話の中で出てきたんですけども、話題になったんですけども、何かその自分の中でモヤモヤしてることがあって、モヤモヤの状態って、いや、本当のモヤモヤの状態ってなんか面白いって言うと変ですけど、もうモヤモヤとしか言いようがないんです。何か問題があるんだけど、その何が問題なのかわからない。まあ、それが本当のモヤモヤっていうので、で、その問題が何なのかって分かって、で、しかもその問題を表現する言葉っていうのが、発見されると、見つけられると、それすごい驚きだったり、すごい喜びだったり、なんかモヤモヤが晴れて、なんか言葉一つ発見したっていうだけで、なんか世界が全然変わってくる。いや、変わりますよね。だから、僕今回この5月は関東だったわけですけど、一番やっぱ感動したポイントっていうのは、その自分の内的なね、単にこう厳しく道徳を考えて行動せよって言ってるわけじゃなくて、その自分の内なる本当にある正義というか、正しいと思う法則に従って自分は行動するんだけど、その法則っていうものがね、みんなに披露したときに、みんなもなるほどそうだよねって言われるような法則でなければ、その内なる法則はなんとかな、独りよがりのね、ものなんだよみたいなことを言ってるわけですよ。そこがなんかすごいなと思ってて、つまりその、なんか、神様の十戒みたいに、こう、明快に何々せよみたいなね、細かな具体的な人間の行動を規定している道徳じゃないんだけど、自分もあるべきだし、それを口に出して、そして実行したときに、他人もやっぱり納得してくれるようなものっていうのは、まあ、それはあると思ってて、そこの本質を見抜いたカントの力はすごいなと思ったんですよね。だからじゃあ何が道徳なのって言われたら、それはケースバイケースではあるんだけど、ある時には、それみんな納得すると思うけど、同じことが10年後には通用しないってことは当然あって、だからこそその言葉で具体的には、これが人間の道徳法則ですって1から100までこうあるみたいな感じではないんだけど、でもその方向性として自分が納得し、他人も納得してもらえるような行動しなさいっていうのはね、そのなんかすごく人間らしいというか、じゃなきゃ弱肉強食じゃないですか、本当に。そこがなんか人間の本質をやっぱり捉えてるなと思ったから、なんかそういうのをこうみんなで共通に学べるとしたらね、みんながその道徳を考えて行動することになるわけだから、そんな細かな法律作らなくても、常識的な、なんだろうな、生活をしてたら悪い道には行かないっていうことになると思うんですよ。それは常識になればね、そう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 。人間の、それこそ法則ですから、まあ、人間の第二の本性みたいなね。そうなんですよ。だから、例えば速度何キロで走っちゃいけないから、それ守んないと、切符切られるからっていうんじゃなくて、みんなその知ってるわけですよ。その人間が制御できない速度出したら何が起こるのかっていうのは。だからそれが法律としてね、認められてるわけだと思うし、ここの辺の速度以上になると、もう統計的にそれは人間がコントロールできないみたいな。だからもう高速専用だったらそれやってもいいよっていう話だから、すごい理屈に合ってるわけですよね。万人が納得できると思うんですよ、そういうものっていうのは。だから今の話で言うと、いや、そもそものね、今の話の中で考えてみれば、道徳法則ってなんかすごくおかしなというか奇妙な言葉ではありますよね。道徳っていうのはその人間の世界の話であって、で、法則っていうのはもう自然科学の世界の言葉ですよね。でも、道徳の問題についていろいろ考えるってなって、またモヤモヤが始まった時に、法則っていう言葉一つ、なんか当てはめただけで、見え方が全然こう変わってくるっていうことですよね。
だからそういう意味でもなんか言葉をいろいろ知ってるっていうのは、言葉の豊かさがあるっていうのは、なんかすごくね、大事なことなような気がします。そうなんです。そこですね。だから、さまざまな、ある同じ一つの状況を、さまざまな見方ができるっていうことと、まあ、そこで起こる問題をさまざまな言葉で表現できるという。まあ、哲学がまず貢献できるとしたら、まあ、そういう点にあるかなというふうにね、なんか今夜は思いました。なるほどね。スポーツでね、何が面白いかっていうと、例えばサッカーはサッカーのルールみたいなのを作るわけじゃないですか。野球は野球のルールみたいなのを作って、そのルールっていうのはプレーする人は一通りは学ぶというか、学ばなければプレーできないからするわけじゃないですか。だけどそれは絶対じゃないっていうか、別に野球サッカーに代わるスポーツが出てきてもいいわけで、いろんなスポーツがそれで出てくるわけなんだけど、そのルールという枠取りをみんなが共通理解してやるから面白くて、そうじゃなかったら何やってるか分かんない状態なんじゃないですか。僕は野球かけるサッカーみたいなものをやってるんだみたいなね。要するにみんなが反則みたいなするようなものだったら、もう何が何だか分からないみたいな、何がこれ 楽しいのみたいな話になっちゃって、カオスなだけじゃないですか。そうですね。だから、ある意味、そういう哲学って、それにちょっと今、似てるイメージが降りてきて、ある種、だから、カントならカントっていうさ、野球みたいなのがあって、ヘーゲルならヘーゲルっていう、また違う、その、プレイフィールドがあって、なんかそこで使われてる言葉があって、みたいなのが。そうですね。だけど、そのスポーツを観戦する人は、野球しか知らなかったら、一生野球のことで終わっちゃうと思うんですよね。ああ、そうですね。そうそう、足使ってそのボールを蹴ってゴール入れるみたいな概念は全く考えられないわけじゃないですか。もうサッカー見ててね、なんであいつはバットでボールを打たないんだみたいなね。そうそう、なっちゃってるでしょ。でも今その世界で起こってることってそれに近いと思うんですよ。自分のフィールドでそれが法則だと思ってることが絶対だと思ってて、だから噛み合わないみたいな。そっか、これも福島さんがそのたびたびおっしゃられる分断ってことですね。分断ってことなんですよね。だからそういうそのサッカーと野球のルールそれぞれが正しいと思ってプレーしてんだけど、その相手のことやったらすごいナンセンスだったり、全然その約束守ってやってないじゃんかみたいなところをね、責めてたりしていて、それってなんかこう、上から両方見てたらナンセンスなこと言ってんなみたいなね、話だなと思ったんですよね。まあ、その今の例えの例で言うならば、まあ結局、見る側としてはね、まあどれも楽しめるっていうのが最高の状態なわけで、まあ見る側だって当然ルール知らなければいけないわけですからね。だからそのルールでさ、そこの例えばある A っていう国があって、 A っていう国のルールがあって、それが絶対だと思ってやってるんだけど、それで B とか C 国と付き合わないならいいですよ。付き合わないっていうか、知らないで一生 A っていう国だけで終わるなら、別に B と C を無理にする知る必要はないと思うんですよね。でも今のその世界の状況ってそうじゃないわけじゃないですか。いろんな国が行ったり来たりも経済的にも密接に結びついてたりするわけだから、知らないよっていうふうにはならないわけで、だけど全部を知ろうと思ったら百何十もある国のね、こと知ろうと思ったら大変なわけですよ。全部その習慣から何から知ろうと思ったら、それだけで一生使っちゃうわけで、それを知ろうって言ってるわけじゃないと思うんですよね。だけど、その対話するためには、やっぱりその共通のルールっていうか、自分がどういうその枠取りで話をしてるのかっていうのは客観的に分かんないと、相手をこう虚心坦懐に見れないというか、サッカーをやってる人たちがなんだ野球のルールも知らないで、勝手ななんかルール違反なことやってるなっていう批判で終わっちゃうわけだから、なんかそこにその交流の機会がないわけですよね。
や、なんか話が、その冒頭の話題にね、ちょっと戻りますけ戻ってど、きますよね。要するにその普遍性と、まあ、日本人なら日本人のその固有のあり方。いや、面白いのが、まあ、この生きるための哲学講座、4月が、ソクラテス、まあ、5月が、カントということですけど、これ、2人に共通していることがありまして、2人とも生涯、ほとんど自分の生まれ育った国から出たことがないんです。確かに。だにもかかわらず、まあ、カントなんていうのは文字通りコスモポリタンっていうふうにね、の思想を言ってますし、まあ、ソクラテスも似たようなこと言ってるわけですよね。いや、ということは、どんな地域の、まあ、人間ですから、生まれ育った地域や時代の、まあ、拘束といいますかね、その傾向性って持たざるを得ないですけども、でも、それでも同時にそれ乗り越えていけるというか、そうですよね。まあ、偉大完な全こにとやって普ま遍すか性らってね。見出せるわけですよね。どうなんでしょうね。だから、これ残念ながら、まあ、まあ、いろいろその国際情勢、きな臭い状況にね、なんかちょっとなっていくのかもしれず、なんでしょうね。そうなってくると、やっぱり、なんていうんでしょうかね。どうも自分の国の立場。まあ、それはやっぱり、人間として自然な感情なのかもしれませんけどもね。で、でも、どうなんでしょうかね。そうでありながらも、やっぱりなんか、まあ当然その目先、の問題としてね、自分たちの国は守んなければいけないっていう発想に行くのは、まあこれ、仕方ないことなのかもしれませんけど、同時になんか、そういうこだわりとは別の、まあ、それこそ、ソクラテスやカントのような観点でね、持てたら素晴らしいよって言うしかないのかでもそこで人間とは何か、人間っていう存在とは何かとかね、そこを考える力があるから、あれじゃないですか、やっぱり普遍のところまで行くわけじゃないですか。だから、やっぱりそれをなんか普段からこう考えるっていう、そんな大哲学者ほど四六時中考えましょうっていう話ではないんですけど、やっぱふとそういうことを考えてみる余裕というものが、なんていうのかな、その人に対する許容というか、可能性というか、そういうものに触れるきっかけになるなって思うんですよね。そうじゃないと自分のフレームからで理解できない人は敵だとか、こそうとでにすなっよちゃう、わけのわかんない存在だになっちゃうわけじゃないですか。じゃあ、例えばあれですね。いや、それこそ、カントが、人間は哲学することを学ぶことができるのみだっていう。まあ、哲学って実践だっていうわけですよね。で、例えば、まあ、これからまあ、さっき申し上げたような、まあ、ちょっと、なんていうかな、ちょっときな臭いようなニュースやなんかを見たときに、例えばですよ、まあ、なんていうかね、その太平洋戦争の時に、まあ、日本のマスコミ、当時のマスコミが、結局なんか、自国中心的なね、報道しかしなくなってくったように、なんかだんだん仮に、そういうふうになってったとして、それを見た時に、どう、いや、批判的にというのかな、それに対するような、いや、これは日本人としての、とか、日本の国益、っていうことのみならず、さらになんか、その報道されている問題を人間としてとか、そういう観点から、捉え直して人に伝えるとすれば、なんて言ったらいいだろうとかね。そうですね。そういう訓練をなんかしてみるといいかもしれないですね。いや、いいと思います。もう、それが圧倒的に足りてないと思うんですよ。それが足りてないと、社会とかシステムに使われる人間になっちゃうわけですよね。そうなんですね。サービ本ス精来神がは、ね。逆じゃないですか。人間のその豊かさのために社会を作んなきゃいけないのが、社会を維持するために人間が歯車になっちゃってるわけだから、
そこを逆転していかなきゃいけないわけで、ね、往々にしてありがちなのが、ね、使ってるつもりが使われてるとかね。それです。それなんですよ。消費してるつもりが消費されてる。そうなんです。まあ、そんなわけで今日も語ってきたわけなんですけど、そのね、まあ、カントと、ソクラテス共通したお話も今していただいたんですけど、これが6月の、フロイトになると、また違う、この、さっきので言えば、ルールというか、フィールドが変わるわけですよね。野球場、サッカー場からまた違うフィールドに行くわけなんですけど、そこにはどんなものが待ってるんですか？フィールドっていうことで言えば、フロイトって心理学者っていうか、まあ、正確には精神分析学者なんですね。で、フィールドっていうことで言うと、フロイトって自分のことを自然科学者だと思ってたんですね。で、自然科学って、まあ、ものすごく理性的な領域なわけですよね。で、フロイトのすごいところって、その人間の心を自然科学的に、その理性的に探求していったら、その自然科学っていうフィールドをぶち壊してしまったということですね。だから、もう科学的っていうことを徹底しようとしたら、もう科学的でなくなってしまった。で、これフロイトに対する批判としてよく言われるのが、いや、フロイトは自分の方法は科学的だっていうふうに言ってるけれども、いや、精神分析なんてとても科学的なんて言えるもんじゃないっていう批判は当時からあったんですね。で、それに今の心の問題、まあ、フロイトは心のお医者さんだったわけですけれども、まあ、今の心のお医者さんで、フロイトの言ってることを信じてたり、フロイトのやってた方法を実践したりしてる人ってほとんどいないですね。だからフロイトはそれこそ対話によって、その心の病がわかる。で、問題が分かってしまえば、もう把握でき、自分の問題を把握できてしまえば、もう、解決したようなものだっていう。それがフロイトの立場だったんですけども、でも今、心の病の治療って、まあ薬ですよね。そうですね。まあだから、そういう意味でも、もうフロイトの精神分析なんていうのは、まあもはや精神分析でしかないっていう、まあ精神分析ですらないっていうような、まあそういう評価をする人もいます。でもそれ反面、なんか精神分析だとかフロイトが目指してた科学なんていうものを、まあ、はるかに超えて、もう人間というものについて、語ってる。っていうことですね。まあ、実際にまあこれも多分、実際講座の中でお話しすると思いますけども、もう実際ほとんど、まあフロイトってもう、晩年に近づくにつれて、もう文明論とか、人間論とか文明論の話になってくるんですね。そっちの方が興味あるな。例えば、ほら、有名な話が、アインシュタインと往復書簡でね、人間はどうして戦争するのかなんていうこともね、考えたりしてましたですね。まあ、だから、もしもだから、この哲学を生きるための哲学講座、その興味を持っていただいている方で、で、6月出てみようかな。え、でもフロイト？なんでフロイト哲学なの？だって、ね、僕も最思う初か。聞いた時にそう思ったんですからね。まあ、むしろだから、精神分析の分野でフロイト支持者っていうのはほとんどいないですけども、いや、むしろ哲学者とか思想家の方がフロイトのことを買ってるんですだからその、この流れでフロイトが来る意図というのがね、おそらく6月学んだ後にわかると思ってるんですね。わかるっていうか、おぼろげながら見えてくると思ってて、あ、そういうことで中畑さんはフロイトを筒に持ってきたんだっていうね。あおとそらもう、くね、6月終わる頃にわかると思うから、それが楽しみですね。まあ、ちょっと、これ関東の、5月の講座に出ていただいた方向けに、予告をしますと、道徳法則。
道徳法則、まあ、あるいは自律って言いますよね。自分で自分を律する。その律する側の自分ってどうやって生まれてくるんだ。いや、なんか、律する、自律する、自分で自分を律するってことだから、いや、それが必要だって、なんか共感できる方々っていうのは、まあ、僕も含めてですけど、普段どっか自分でダメだなって思ってるわけですよね。このままじゃいけないなっていう。で、そのダメな自分、このままじゃいけない自分のどこから、その、いや、自分で自分を厳しく律してやろうなんていう、もう一人の自分が出てくるのどこからね、出てくるんですかか。どこからね。来てるんだ。まあ、不思議そういでうす問題、ね。そういう問題に一つのフロイトは、まあ、ちょっと説得力のある回答をですね、示してくれたりしてます。まあ、人間って堕落しようと思えばどこまででも堕落できるわけなんだけど、どこかでそれしちゃいけないっていうなんかが働いてるから理性を保ってるわけですよね。まあ、坂口安吾のね、堕落論、落ちよ生きよって、それも結局そういう話ですなるほど。ますます楽しみになってきましたね。では、今宵はこのくらいで、ちょっとフロイトの話も出たところで終わりたいと思いますが、はい、今日もありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、じゃあこれで今日のライブ終わりたいと思います。はい。